はは。い、こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長内でございます、えー、この度の北海道胆振東部地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます本日2018年11月19日現在では北海道会場を除き第1回公認心理試験が終了しています北海道会場の受験者のための追加試験は 2018年12月16年月日に決定しましまたね。弊社では公認心理師推進ネットワークの講演を務めるなど本資格の成立に微力ながら尽力してまいりましたがこの度の試験では受験者の皆様を応援する企画として公認心理試験出題基準いわゆるブループリントの大項目ごとに簡単に解説を行う生放送動画のアーカイブを24日連続で公開しました。 また試験当日には心ジョブさんの回答速報の監修を行いました今回は回答速報に携わったスタッフの記憶や記録に基づき全154問を順に振り返る生放送を行ってまいります受験者の方はご自身の受験の振り返り見解の整理自らの専門的立場の再確認など自己検査のために これから受験される方は、第1回試験の出題例の確認、限界の分かれる出題例の把握など、工学のためにお役立てください。なお、先ほど申し上げましたとおり、動画内でご紹介する問いは、回答速報を担当したスタッフらが記憶や記録に基づき再現したものです。実際に出題された問題とはそごがある場合がございます。あらかじめご了承ください。 それでは本日は問148から問150を見てまいりましょう。